で、そこで、今度はその今のですね、一連の計算量の見積もりをします。まず最初のステップですね。この今のアルゴリズムもう一回最初から振り返りますけれども、一番目のステップでは、これは N1 から NK にはそのあらかじめその求めておいた素数をこううまく当てますので、ここではその計算量の見積もりにの考慮を必要とする新たな計算は発生しません。で、次のステップですね。これは行列 A と B をそれぞれ Ni で割った剰余の成分に持つような行列を作るところですけれども、まず一番外側のループ、これ警戒繰り返すんですが、まあ、これ先ほどこの K の決め方がオーダー L から決めるってことになってますので、オーダー L の大きさになります。で、内側に2個のループですね。これは R と T をそれぞれ1から M まで動かしますので、合計で内側2個のループは二重のループは M 二乗回の計算の繰り返しということになります。で、そしてこのですね、AIRT、BIRT を求めるところは、これは長さ L の多倍長数を単精度数で割る割り算となりまして、で、これは計算量はオーダーの L ということになります。で、実は、これまでの授業では、割り算の計算量については詳しく触れていませんでしたので、ここの計算量について詳しいことは次回の授業で説明します。とりあえず今日はここの割り算の計算ではオーダー L であることを認めて話を進めたいと思います。そうしますと、ここまでステップ2の合計の計算量の合計というのはオーダーの M2 乗 L2 乗で見積もられます。で、次、ステップ3はその行列の乗算の部分ですけれども、一番外側の変数 i が1から k を動く部分はやはりループ警戒なのでオーダー L と。いうことになります。で、次のですね、その、変数 R と T に関する二重ループのところは、まあ、先ほどとステップと同じように合計 M 二乗回のループということになります。で、その中で計算するこの CI の RT 成分の計算なんですけれども、ここではその全て単精度の計算で、進めます。で、乗算がここにありますように、M 回ですね。AI、BI を、AI の RS と BI、ST の計算、乗算 M 回繰り返した後で、今加算が M-1 回発生しますが、これは合わせてオーダーの M ということになります。ということで、ステップ3の計算量の合計は M の3乗かける L ということになります。で、最後、のステップ4の計算量を見ていきます。ステップ4の計算量はループが二重になっておりまして、それぞれ R と T の変数が1から M まで動きますので、この繰り返しはループ M 二乗回繰り返すということになります。で、最後にここで中国剰余算法の計算が行われておりますけれども、中国剰余算法の計算量は、オーダーの L 二乗に比例しています。で、これもまだ説明しておりませんので、詳しくは次回の授業で説明したいと思います。ということで、ステップ4の計算量の合計は、オーダーの M2 乗 L2 乗ということになります。で、以上を合わせますと、次のような計算量が得られるんですけれども、まあ、ステップ1は特になしで、ステップ2がオーダーの M2 乗 L2 乗、ステップ3がオーダーの M3 乗 L、ステップ4がオーダーの M2 乗 L2 乗ということですので、合計の計算量はこちらにありますように、オーダーの M3 乗 L プラス M2 乗 L2 乗ということになります。で、先ほどですね、授業の前半の方で、説明した従来の多倍長数をそのまま使って行列の乗算した時の計算量が、M3 乗 L2 乗でしたので、この前の項はこの L1 個分計算量が減っていることになりますし、後ろの項に関してはその M の M 倍だけですね、計算量が得しているということになります。ここまででしょうか。
一応こういう形でその中国十三法を使ってその計算量をまあ落とすという工夫を行っております。それでは一応ですねその、まあ、小さな例ですけれどもその中国十三法を使った行列の積の計算例がテキストの例の 4.70 にありますのでそれを見ていきたいと思います。ここでは、まあ、行列 A と B をこのような形にしておりまして ですので、まあ、行列の成分の絶対値の上階 M として12を取ります。それから、ラージ M ですね。ラージ M として12を取って、あと、次元スモール M は3ですので、このことから2倍のラージ M2 乗スモール M は、まあ、864ということになります。でこの864よりもこの N1 から NK の積が大きいようなその N1 から NK を求めますと、まあ、この K N1 から NK ですね3つ用意して N1 を9 N2 を10 N3 を11としておきますと、まあ、これらのペアこれらの数は、まあ、対に互いにそうでかつ、その積は、990と。ということになりますので、まあ、これを使うことにします。で、まあ、次のステップではその行列 A と B それぞれをその9まず9で割った乗与を成分に持つような行列を求めています。まあ、それをまあ A モード9、B モード9というふうに表しているんですけれども、ここで注意してほしいのはこの乗与ですね乗与をマイナス4から4の範囲で表しているということに注意してください。でこれを使ってそのまあ、A と B の積を取ってさらに9で割った、乗与を表します乗与を取りますとこういう形の行列が得られます。で同様にしてその AB をですね10で割った乗与から行列を作ると、まあ、こういう形の行列になりましてそれから AB を11でですね各成分を11で割った乗与からなる行列を作りますと、まあ、こういう形になります。で最後その、まあ、AB のですね、その9で割った乗与、10で割った乗与、それから11で割った乗与を成分に持つような行列から、まあ、中国十三法でその各成分を復元することで、整数上の、まあ、行列 AB を得ることができます。よろしいでしょうか。ということで、今回はそのモジュラー三法という、について紹介しました。これは中国十三法を使ってその、まあ、与えられた計算を、まあ、より、数字の係数の小さな乗与間での複数の計算に分けてで後からその中国乗与定理でその計算結果を合成してその整数上の計算結果を得ることで、まあ、効率化を図るというアルゴリズムですの一連のアルゴリズムのことを呼びます。で今回はその、行列の積の計算を、まあ中国十三法で効率化するという、一つのモジュラーアルゴリズムの紹介をしました。で、次回の内容ですけれども、まあ、今回の内容でですね、その序断の計算量がちゃんと出ていませんでしたので、この序断の計算量を見積もります。それからと、拡張ユークリッド誤助法の計算量がですね、後々必要になりますので、この拡張ユークリッド誤助法の計算量を見積もりまして、あと中国十三法の計算量の見積もりについても解説したいと思います。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。